浅虫水族館でゼニガタアザラシの赤ちゃんが生まれました。母親と一緒にのんびり過ごす愛くるしい姿を見せてくれています。岩場の陰で寝転がっているのが17日に生まれたゼニガタアザラシのオスの赤ちゃん。名前はまだ決まっていません。生まれた時の体重は18キロで、昨日までの5日間で21キロに成長しました。手前で寝そべっている母親のシズはくつろぎながらも心なしか我が子をかくまっているようにも見えます。今日の午前中は親子揃ってひたすらゴロゴロしていましたが、普段はお母さんと一緒に元気に泳いだり母乳を飲んだりする姿も見られるそうです。生まれたのが、5月の17の、ちょうど8時過ぎくらいで、割とスムーズに生まれてきてくれて、その直後も赤ちゃん元気に動いているようでしたので、とても良かったです。はい、赤ちゃんを触った感じってどんな感じですか？そうですね、やっぱり大人のアザラシと違ってやっぱ毛の質が違うというか、すごいツルツルしてて触ってて気持ちいいです。プニプニというか、でもやっぱ全身使って水泳いでますので結構筋肉質で結構硬いところもありますね。お母さんであるシズが、赤ちゃんに寄り添って泳いでるので、その光景っていうのは本当に3、4週間しか見られないので、その仲睦まじい様子をお客さんとかに、ぜひ見てもらえればいいかなと思います。いや、可愛らしかったですね。癒されましたね。名前はまだ決まっていないということで、公募にするかスタッフがつけるかまだ決まっていないそうなので、勝手に私たち2人が名前を考えてみました。それでは発表します。せーの、じゃん。はい、私は晴れと書いて春くんにしました。お母さんのしずさんの青の字も入ってますし、はい、まあ、春に生まれたということで春くん、あとは晴れのち明日というので、はい、晴れの字もちょっと入れてみました。澤田さんは、もう完璧にもうルックスでゴロゴロしてるところがね、もう可愛いなと思って、いいですね、このリンマルにしました。赤ちゃんだったらぴったりですけど、大人になってくるとまた意味合い変わってきそうですね。そうですね、はい、浅虫水族館の皆さん、ご検討よろしくお願いします。